で、ここ1番で右プッシュの OB が出てしまう。まあ、ティーショットとかね、浅いティーショットとかでですね、クラブをインサイドに引きすぎて、そのままプッシュしてしまう。シャフトが寝る。だから今度嫌なんで、今度ループを描いてアウトサイドから持っていくとかですね、いろんなミスが出始める。まあ、どうすればいいかというと、シャフトを立たせればいいんです、このようにね。体の正面にクラブがあり、シャフトが立った状態。ですからバックスイングは、こう、まずシャフトを立たせて、それから右向け右、このポジションを作ってから打ってみるといいですね。ですから一回もシャフトが寝ない。一回もシャフトが寝ないで打つ練習ですね。一回寝てしまうと、もうそれ取り戻そうとするとミスが出るんです。一回も寝ない。こういうのがですね。そうすればどうでしょう。ボールが右に行くよりは左に行ってしまうんですが、右には行かないです。シャフトが立ったところから、このように降りてくれば絶対に寝ないです。右に行かないです。寝てしまうとどうでしょう。絶対これは右に行きますね。ですからそこに修正がいろんな加わって、なかなかうまい具合にね、スイングができない。ということですから、このように。立たせてから、体を右向いて、ねじって打つ。こういう練習ですね。立たせて、右向いて、体をねじって、打つと。まあ、この練習をたくさんやって、リズム感を作ってください。シャフトが立ちながら、体が右を向く、打つと。このような感じですね。それを何度かやった後にですね、通常のスイング。このスイングをタイミングよく理解した上で、実際のスイングではバックスイングをしながらですね、徐々にシャフトが立つ。そうすればですね、ボールが右に行くということはない。どちらかというと、捕まりのある、捕まりのいいボールがですね、このように出ます。ですから、ボールが右に飛ぶ方っていうのは、どうしてもシャフトがどこかで寝るっていう動作がね、始まってしまうということですから、まずは立たせてから右を向く、まあ、そこからねスイング作りをしてシャフトが寝ない、そんな練習をしてみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画を見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。